ご乗車ありがとうございます。新春初詣山鳥号高尾行きです。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次は本庄です。本庄、深谷、熊谷、鴻巣、北本、桶川、上尾、大宮の順の停車です。本庄には8時9分です。深谷には8時17分。熊谷には8時25分。鴻巣には8時39分。北本には8時43分。桶川には8時48分。上尾には8時53分。大宮には9時2分。立川には9時48分、八王子には9時59分、終点高尾には10時8分の到着です。列車6両の運転です。トイレ、デッキを含めまして車内は禁煙です。おタバコをご遠慮ください。携帯電話をご利用の際にはデッキでご使用ください。この列車は全車指定席です。ご注意ください。次は本庄に停まります。
で、まもなく本庄です。ご乗車ありがとうございます。新春初詣山鳥号高尾行きです。この列車は全車指定席です。ご注意ください。次は深谷に停まります。
深谷です。次は熊谷です。
熊谷、熊谷です。ご乗車ありがとうございます。快速新春初詣山鳥号高尾行きです。次は鴻巣に停まります。鴻巣、北本、桶川、上尾、大宮、立川、八王子、高尾の順の停車です。大宮には9時2分です。立川には9時48分です。八王子には9時59分、高尾には10時8分の到着です。列車は6両の運転です。トイレ、デッキを含めまして車内は禁煙です。おタバコをご遠慮ください。携帯電話をご利用の際にはデッキでご使用ください。この列車は全車指定席です。ご注意ください。次は鴻巣に停まります。
ます。できたね。よかったね。できなければさ、ね、あとは食べたらできないからできないんだから。そうですね。いいと思うな。でも大丈夫なの？まあ、特には何も食べつまりもなくて。うん。だから多分具合悪かったら逆にやめようかなと思ったんですけど。うん。普通だったらね、はい、あの別に特別な日だけではさ、はい、寒いとことかさ登山するとかそういうのなければ、はい、大丈夫だった。普通の人だったらね、そうですね、すごいよかったよ。これから忙しくなるけどね。そうですね、うん、どこ行ったの？コーノスです。次は北本です。
たメイク取るな、取るんだ。あ、もう取りました。取った、はい、今日ね、うん、はい、教員の勉強ね、はい、こうしても中学だったんですけど、うん、中学か高校は持ってるんですけど、小学校なんて。あ、今違うんだ。はい、群馬県って、うん、採用が小中で採用なんですよ。うん、だから小学校に行くこともあったり、中学校に行くこともあったり、そういう勉強を充実さなくちゃいけなくて。あ、なるほどね。それで小学校の勉強だけ取りに行ったんですけど。じゃあ今度中学に取る。あ、もう取ってます。取ってます。社会なんですよ。社会なんですよ。そうなんだ。みんなそういう勉強同じためなんだね。社会を持ってる人が多いんで、採用して大変ですよ。あ、そうなんだ。なんで結構取れるんですよね、社会って。あ、そうなんだ。いろんな学部が、そういう社会科系の学部が多いんじゃないですか。うん。北本、北本です。理系が結構取るんですよ。内容があるんですよね。文系は少ないんですよ。そうなんだ。次は桶川です。
まもなく桶川です。お客様にお知らせいたします。桶川駅で車両の点検を行います。少々停車いたします。お待たせいたしました。まもなく列車が動きます。お立ちのお客様お気をつけください。安全確認取れました。ただいま運転を再開しております。桶川駅をただいま5分ほど遅れて発車しております。なお先ほど桶川駅停車中の際ですが、点検を行うため列車の照明また車内の空調が一時停止するとご案内を申し上げましたが、照明は消えず、また空調は止まることはせずに点検を行った結果、安全の確認が取れましたので、ただいま運転を再開しております。本日お客様には遅れまして大変ご迷惑をおかけしております。申し訳ございません。ご乗車の新春初詣山鳥号高尾行きです。次は北本に停まります。大変失礼いたしました。次の停車駅は桶川です。次の停車駅は桶川でございます。たびたび案内変わりまして申し訳ございません。本日車両が列車が遅れておりますため、お客様には大変ご迷惑をおかけしております。次の停車駅は上尾です。なおただいま列車5分少々遅れております。次の停車駅は上尾です。本日お客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。誠に申し訳ございません。まもなく上げようです。まもなく上げようです。
次は大宮です。次は大宮です。この列車全車指定席です。ご注意ください。全車指定席です。まもなく大宮に到着いたします。お出口が右側6番線の到着です。東北新幹線宇都宮福島仙台方面やまびこ43号盛岡行き17番線から9時14分です。宇都宮線古賀小山方面普通小金行き11番線から9時12分、上野方面普通上野行き到着ホーム6番線9時5分です。
湘南新宿ライン横須賀線直通快速逗子行き4番線から9時18分、京浜東北線、埼京線、川越線、東武アーバンパークライン、ニューシャトルはそれぞれこの理解です。ご乗車ありがとうございました。大宮を出ますと次は立川に止まります。カーブが続きますね。揺れることがございますのでご注意ください。ご乗車ありがとうございます。この列車は全車指定席新州初詣大和号の高尾行きです。進行方向前寄りから1号車2号車の順に一番後ろが6号車です。すべての車両指定席でございます。お買い求めいただきました指定席券をよくお確かめの上お座りください。この先止まります駅と到着予定時刻をご案内いたします。次は立川です。次の立川は9時48分、八王子9時59分、終点高尾10時8分の到着を予定しております。各駅降りる際にはお忘れ物などなさいませんようにお気をつけください。担当を代わりまして立川車掌田中です。終点高尾までご案内をさせていただきます。
Thank you.
大宮駅は5分ほど遅れて発車いたしましたが、立川駅時刻通りでの到着となります。ただいま国立駅は時刻通りに通過をいたしました。まもなく立川お出口は右側です。お出口は右側でございます。立川を出ますと八王子に止まります。通過いたします日野と豊田へお越しのお客様、降りたホーム5番線6番線ホーム、この後の電車ご利用ください。後から発車する電車をご利用ください。青梅線、南部線、多摩、モノレールご利用のお客様、お乗り換えでございます。立川を出ますと八王子に止まります。降りるお客様、お忘れ物がなさいませんよう棚の上に乗せましたお荷物、帽子掛け、窓枠のところ、お座席の周り、よくお確かめの上、降りください。
まもなく八王子に到着いたします。八王子を出ますと終点の高尾です。通過いたします西八王子お越しのお客様、降りたホームでお待ちください。この後来る電車ご利用ください。また八王子駅から特急開示後甲府駅ご利用のお客様も同じホーム4番線でお待ちください。この後に参ります。八甲線は1番線、横浜線は5番線、6番線にお乗り換えください。八王子お出口は右側です。ご乗車ありがとうございました。あと5分ほどで終点の高尾に到着をいたします。到着番線は1番線でお出口は左側です。お忘れ物落とし物なさいませんよう、どうぞ降りるお支度をしてお待ちください。高尾から先中央本線普通列車の大月行きをご利用のお客様はホーム帰りまして3番線から16分の発車でございます。京王線ご利用のお客様は
到着ホームの中ほどの階段エスカレーターご利用の上、京王線方面へお乗り換えください。どうぞ降りる際にお忘れ物などなさいませよ。もう一度よくお確かめの上お降りください。今年1年がお客様にとって良い年でありますようにお祈り申し上げます。ご利用くださいましてありがとうございました。